けえ、カスカードばっかし。俺もだよ。じゃ、そうしたぜ。じゃね、行こうぜ。ん？なんだよ、ショーゴ。お前もデュエルモンスターズのカード買いに来たのか？一回も勝ったことなんてないくせに。無駄無駄。お前なんかババ抜きでもやってろよ。おいで、カードが欲しいんだろ。さあ。カードゲーム好きなんだね。うん、でも僕全然弱くて。強くなりたいんだけどな。デュエリストって知ってるかい？うん、もちろん。デュエルモンスターズで戦う勇者のことだよね。僕一流のデュエリストになるのが夢なんだ。そうかい、夢を持つのはいいことだ。よし、これに決めた。はい。お、それはレッドアイズブラックドラゴン。デュエルモンスターズの中でもブルーアイズホワイトドラゴンと並ぶ伝説のレアカードだよ。伝説のレアカード。青き竜は勝利をもたらす。しかし赤き竜がもたらすものは勝利にあらず可能性なり。ただし戦う勇気があるものだけに。戦う勇気。その可能性を示すカードもどこかにあるはず。巡り合えるかどうか、これも戦う勇気次第さ。レッドアイズ、伝説のカード。このままもう少し歩こう。肩を抱き消えゆく夢を数え、仲間を見た。通い慣れた道に迷い込むこの頃、闇がもう一人の自分を作る。乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺す。君を誘って世界を見たいな。誰にも出せない答えが僕の中にある。駆け引きが鍵、届け Fly Arch High Again。 自分のカードの山、デッキって言うんだけど、そこから常に5枚手札として持つことができるんだ。そして手札の中から順番にカードを出し合ってく。まずは俺からだ。砦を守る翼竜の攻撃。僕はサイクロプスの攻撃。ほら、カードに攻撃力と守備力ってあるでしょ。砦を守る翼竜の攻撃力はサイクロプスより200ポイント多いから、この場合は城之内くんの勝ち。そしてその200ポイントは負けた方のライフポイントから引かれるんだ。最初のポイントは2000点ずつ。これが先にゼロになった方が負けなんだ。じゃあ強いカードを持ってる方がいいってことか。カードにはな、魔法カードやトラップカードってもんもあるのさ。それを組み合わせることで弱いカードでも勝っちまうことだってできるんだぜ。よし、これだ、攻撃。えカードをこう横にしているときは守備表示って言って、負けてもライフポイントは減らないんだ。そして守備力が相手の攻撃力より高ければこっちの勝ち。ごめんね、ゾウノチ君。あー、くそー、そうだった。結構駆け引きがいるんだね。ああ、そこが面白いんだよ。ミホでもできるかな。じゃあさ、試しに俺とやってみようよ、ミホちゃん。まだちょっと見てる。あ、そう。なんだと？俺たちがお前に負けるだと？ゲームもしねえで何がわかんだよ。またボロボロに任せてやろうか。僕、ショーゴくん。ショーゴ、うん、近所の子止めなきゃ。あの子たちいつもいじめてるんだ。負けないよ、絶対に。だって、だって僕持ってるんだ、レッドアイズドラゴンのカードを。レッドアイズ、まさか。嘘つけ、そんなすげえカードが。うわ、
本当だ。本当にレッドアイズ。そうだよ、もう僕は誰よりも強いんだ。レッドアイズってなんだ。デュエルモンスターズではブルーアイズホワイトドラゴンが最強とされているんだけど、それに次いで強いレアカードなんだ。それをショウゴ君が。あの子、昨日もゲーム持ちかけられたのにやらなかったのよ。自分の勝ちは決まってるからって。気に入らねえな。強いカード持ってるだけで名人気取りかよ。でも、ショウゴ君今まで一度も勝ったことなかったんだけどな。一度も？うん、一流のデュエリストになるのが夢なんだけど、カード使いこなせてなくてさ。下手ってこと？っていうか、負けるのが怖くて勝負に出られないみたい。お前とやっても面白くねえんだよ。そのせいで友達とゲームをすることまで怖くなっちゃってて。でも強いカードが手に入ったんならやればいいのに。勝てるチャンスよ。友達だって認めてくれるし。手に入れただけで満足してんだろ。ま、戦わなきゃデュエリストもなんもねえけどよ。偉そうに。城之内、あんただって初心者のくせに。俺は物事の本質を見抜く男なの。何言ってんの、バカじゃないの。あ、バカって言ったな、バカって。こないだの平均って何あれ。関係ねえだろ。海馬様、リストアップされたカードの持ち主が全てわかりました。レッドアイズ、これほどのレアカードまで見つかるとはな。わざわざこのセンターをオープンして網を張った甲斐がありましたね。よし、例の招待状を出せ。このリスト全員に。わかりました。そしてもちろん。わかっております。武藤遊戯にもですね。遊戯、ただ一人この俺と引き分けたデュエリスト。貴様との決着はつける。必ずデュエリストの頂点に立つのはこの俺だ。みんなが僕を強いって認めてくれる。このカードを持ってるだけで。これさえあれば僕は最強のデュエリストだ。戦わなくても。青き竜は勝利をもたらす。しかし赤き竜がもたらすものは勝利にあらず可能性なり。ただし戦う勇気があるものだけに。お、招待状。デュエルモンスターズ大会？うん、勝ち抜き戦で勝った人は負けた人が使ったカードの中から1枚もらうことができるんだって。じゃあ勝てば勝つほど強いカードが集まるってわけか。いつやるんだよ。今日の夕方、これから行くんだ。これから？くそ、なんで俺には招待状来ねえんだ。あ、さあ、やだ、やめて。そうか、一緒に来い。行かないよ、僕行かない。おいおい、真っ昼間から誘拐か。大丈夫、翔吾。青山翔吾、お前はデュエルモンスターズ大会にエントリーされているんだ。欠席は許されない。こんなガキまで招待されてたのかよ。てめえ。さあ来るんだ。待ってよ、無理やり参加させるなんて。招待状を読まなかったか。出場の義務はあるが欠席の権利はない。そんな大会なら僕も出ない。海馬様が許しはしないだろう。海馬。そうか、この大会は海馬君は。どんな手段を使っても招待者全員を大会に出せとのご命令だ。遊戯、お前も来るんだ。いや、遊戯、翔吾と逃げろ。海馬に好き勝手させるな。待て。あれや。
くん。ゲーム最近やらなくなっちゃったって？だって僕が勝つって決まってるもん。だからやることなんてないんだ。今日の大会は別としても、ゲームをしないなんて君は本当にそれでいいの？それが君の夢、君のなりたかったデュエリストなの？いいんだよ、僕は強いんだ、このカードがあるから。翔吾君、本当にそう思ってる？本当に？見つけたぞ。遊戯、どこだ？遊戯！遊戯、大丈夫か？しっかりしろ！翔吾君、レッドアイズのカード、僕のバズら、奴らに。なんだと？やろう、待ってろ、二人とも取り返してくる！ゾロウチ君、一人じゃ危ないよ！僕のカード、あれがなきゃ僕は。翔吾君。どこだ、やつだ。いた！てめえ！返せ！さあ、ただいま10人抜きの開幕。現在のところ無敵です。ユミ、早く来い。この俺と勝負するためにだ。ゾロウチ君、大丈夫？ユギ、なんとかこいつだけは取り戻したぜ。だが、千年パズルはもう奴に。ゾロウチ君、許せない、カイバ君のこんなやり方。確かに奴は戦う価値もねえデュエリストかもしれねえが、なんとかして奴をぶちのめしてやらなきゃ気が済まねえぜ。翔吾、お前どうする？このカードで戦うか、それともやっぱり戦わなくても勝ちは決まってるってか？僕本当は怖いんだ、もしレッドアイズを使って負けちゃったらって。そんなことになったらもう立ち直れないよ。僕、戦いさえしなければ僕はずっと強いって思ってられるんだ。だから。お前、デュエリストになりてんじゃねえのか？でもできないよ。翔吾君、無理に戦うことはないよ。僕が行く。ユリ、許せないんだ、カイバ君のやり方は。これで決着をつける。そう来なくっちゃな。おい、ショゴ、お前のカードだ。せめてゲームくらいは見ていけよ。ユニがカイバの野郎をぶっ潰すところをな。カイバ君、またまた圧勝。彼の快進撃を食い止める奴はいないのか？来たな、ユウ。待っていたぞ。ようやくその気になったようだな。カイバ君、僕は君のやり方絶対に許さない。嘘、あれがユウギ兄ちゃん。あれが遊戯のもう一つの顔さ。さあ、早いとこ始めようぜ、カイバ。慌てるな。お前との戦いのために特別なシステムを用意した。現れる5枚の手札、そしてプレイ
レイヤーの後ろに輝くライフポイント。さあ一体どのようなゲームが展開されるのか。デュエル。さあ挑戦者ユーギ君、まずはどのカードで攻めるか。これだ、カスタムドラゴン攻撃表示。ならばダークゾーラを守備表示。ダークゾーラは攻撃力こそ低いが守備力ならば勝っている。うかつに攻撃すれば致滅。それなら大地の龍脈。何、大地の龍脈。そう、このカードはモンスターに気のエネルギーを与える。これで攻撃力は300ポイントアップ。ダークゾーラに攻撃、ヘルフレーム。やった。守備表示のモンスターがやられても痛くも痒くもない。勝負はこれからだぜ、カイバ。どうしてみんな怖くないんだろう。僕もあんな風に戦えたら。さあカイバ君はミノタウルス、攻撃表示だ。対するユギ君は暗黒騎士ガイア、攻撃。この俺のライフポイントに傷を負わせるとは。だが勝機は俺に訪れたようだ。いでよブルーアイズホワイトドラゴン。ここ見ろ、ファーストストリーム。すげえ。ブルーアイズ、最強のカードが出やがった。一対一の勝負なら勝ち目はねえ。どう出るユギ。ブラックマジシャン。そんなカードごときブルーアイズの敵ではない。そして魔法カード、マジカルシルクハット。さらにトラップカードを1枚出した。ターン終了だ。トラップ。シルクハットは4つ。どれかに隠れているブラックマジシャンを当てれば俺のライフポイントは削れる。だがトラップカードを当てれば。そういうことか。確率は1/4。いいだろう。ブルーアイズ、右のシルクハットを攻撃だ。バーストストリーム。当たりだぜ。トラップカード、闇十二星の呪縛。闇十二星の呪いでブルーアイズの攻撃力は落ちる。ブラックマジシャン攻撃。やった、ブルーアイズを倒したぜ。忘れたか、ブルーアイズは3枚あることか。さあどうして、次のカードを出すがいい。ブルーアイズの攻撃力の前では単体のモンスターで勝つのは不可能だが、今の俺の手札には使えそうなカードはない。エルフの剣士、守備表示。ユギ、俺は長い間お前を倒す時をずっと待っていた。そして今それが現実となる。見るがいい、お前を倒すための最強の切り札を。邪悪なる鎖。邪悪なる鎖。そして死者蘇生のカードで1枚目のブルーアイズを復活させる。加えて
俺の手札に。邪悪なる鎖は同じモンスターを3体連結させ、同時に場に出すことができる。ブルーアイズ攻撃だ。バーストストリーム。ブルーアイズが3体なんてやつだ。もうダメだ。俺のカードはルイーズ守備表示。そんな雑魚に何ができる。行けブルーアイズ。お前がどうあがこうとこの俺には勝てんのだ。さあ遊戯、カードを引け。どんなカードを出そうと蹴散らしてやるまでだ。ゲームでもあるんだ。さっき引いたカードを見ろ。俺の血がついてる。あれはお前のレッドアイズだ。嘘だって。さっきカードをばらまいた時にすり替えさせてもらった。どうして。強引なのは分かってる。だが戦いもしねえでデュエリストの幻にしがみついてんのは我慢できねえ。カード抱え込んで夢見んのはよせ。そうか、城之内君、逃げてばかりいる正吾に戦えと。デーモンの召喚、守備表示。悪魔族最強カードデーモンといえど、ブルーアイズの前では雑魚当然。消えろ、バーストストリーム。グレムリン、守備表示。無駄なあがきはやめろ。攻撃。レッドアイズを使わない。そりゃそうだろう。お前に戦う気がなければ遊戯は使わないぜ。敵に背中を向けたままのこのカードは今のショーン。敵に向かっていくかどうか、それはショーンの戦う勇気次第。メテオドラゴン、守備表示。そんな消極的なゲームでよくデュエリストだと胸を張れたものだな。遊戯、お遊びはここまで。こいつで蹴りをつけてやる。アンガードマジックのカード、このカードが出ている限り互いのモンスターは全て攻撃表示となる。今すぐ蹴りをつけたいところだが、1ターン待たなければ俺から攻撃することはできない。さあ攻撃してこいよ。それで全て終わりだ。遊戯が勝てる可能性はレッドアイズにしかねえって。でもレッドアイズ使っても負けちゃったらカードはきっと取られちゃう。そしたら僕は昔の僕に逆戻りだ。それでいいの？それが君の夢、君のなりたかったデュエリストなの？貴様はもう終わりだ、遊戯。もはや何の手立ても残っていない。俺は諦めないぜ。デュエリストの強さは勝利の可能性を信じて最後まで戦い続ける勇気があるかどうかで決まる。青き竜は勝利をもたらす。しかし赤き竜がもたらすものは勝利にあらず可能性なり。ただし戦う勇気がある者だけに。憧れてるだけじゃ手に入らねえ。自分で掴むもんだ。
僕も戦う。聞こえねえぜ、ショーゴ。僕も戦う。行け、僕のレッドアイズドラゴン。何？待ってたぜその言葉。青き竜が勝利をもたらす。しかし赤き竜がもたらすのは勝利にあらず可能性なり。そんな可能性などない。レッドアイズだろうと3体のブルーアイズにかなうはずが。融合、これがレッドアイズの可能性だ。まさかそんなカードが。可能性を示すカードもどこかにあるはず。巡り合えるかどうか、それも戦う勇気次第さ。今回は負けを認めよう。だが忘れるな、戦いは終わったわけじゃない。お前は俺が認めた、たった一人戦う価値のある相手だ。やったな、遊戯最高だぜ。そのうち君のおかげ。